フレブルよいしょ、どうもこんばんは。フレブルブリーダーチャンネルです。ドッグブリーダーの日常を毎日夜9時に欠かさず配信しております。一般の方では見れない貴重な映像やためになる犬のお話、面白動画などなどたくさんございますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、僕たちそして犬たちとお友達になってから帰ってくださいね。というわけで今日は何の話をするかというと、先日1週間前にラストが出産しました。7頭の子犬を産んでくれましたが、そのうち6頭が亡くなってしまいました。今、映っているこの子以外の6頭は、亡くなってしまい、残るのはこの子1人だけというふうになってしまいました。辛い現実なんですけども、生きてくれてるねこの子がいる限りは一生懸命やらせていただきたいなっていう感じで頑張っておりますが、で今回なんでこんなにたくさん亡くなっちゃったのかっていう、あくまで憶測の範囲は超えないんですけども、ちょっと思考を巡らせて原因を追求していきたいかなといった感じで今日その話をさせていただきたいんですけども、過去にちなみに、うちで、お腹切ってもう亡くなっちゃってたっていう子はいるんですよ。お腹切ったらもうお腹の中で亡くなっちゃってたとか、奇形でもう亡くなっちゃってたとかね、そういうことはあるんですけども、うちに持って帰ってきてから亡くなった子に関しては、過去うちの犬舎では4回しかないです。かなり少ない方ですねこれは。でやっぱり人員も確保して、寝ないで献身的にお世話してるので、その成果というかね、賜物かなっていう風にそれは胸張って自慢には思っているところなんですけども、それでもやっぱり今回、6頭すでに亡くなっているってことは、単純計算、うちの犬舎の 4,5 年分を、1回の出産でなくしたということで、その原因をちょっと追求していきたいと思います。はい、というわけで、結論から申し上げますと、あくまで憶測の範囲は超えないですし、分かんないなっていうのは結局結論になっちゃうんですけども、当然獣医さんにも相談させていただいたりとか、実際に病院にも連れて行ったりとかで、現場3人でブリーダー3人で見て、寝ないで3人で見てますからね。でこれ以上尽くせる手ってないですよ、正直言うと。限界ですね。で一応原因追及なんですけども、3つあります。で、1つ目ですが、人為的なミス、人災ですね。ミルクの上げ方が悪かったとか、気温の桟箱の温度調整が良くなかったとかね、強く持ちすぎたとか、無理をさせすぎたとか、いろんな原因、人災によるもの、人間のミスで、これに関してはちょっと可能性が薄いかなって思いますね。で、っていうのはさっきお伝えした通り、過去に4年5年で、子犬4頭しか落としてないっていう中で、そういう経験も踏まえてかなり慎重に、しかも今回に関してはおかちゃんとマンソンとっていう2人体制で現場見ている中で、そういうミスが起きるっていうのはかなり考えがたいっていうふうに僕は思いますね。今更初心者みたいなミスしたりとか、こんなの分かるじゃんっていうようなミス、しないと思うので、しかも現場2人で見ててね、ないと思うんですよ。だから人為的なミスっていうのは、限りなくゼロに近いんじゃないかなっていうふうに思ってて、で2つ目が、何かしらの、病気もしくは感染病とか、が伝染病とかがうちの犬舎に蔓延している可能性、その菌によって子犬たちが耐えられなくて亡くなってしまった場合、これはちょっと可能性としてもしかしたらあるかもなっていうふうに思います。で獣医さんとも相談させていただいたんですけども、現段階でそれを調べることは、無理ですね。で例えば次ノエルがもし妊娠してて、ノエルの子供も同じような感じでバタバタと全員1週間以内に亡くなっていくようであれば、何かしらのそういう原因があるかもしれないから、なんかどうにかしないとなっていう感じなんですけども、現状母犬たちはめちゃめちゃ元気なんですよ。そう、母犬7頭はみんな元気で走り回ってるし、下痢もしていないし超健康っていう中で、ちょっとそれも可能性は低いけども、もしかしたらゼロじゃないから、次の出産でも同じような、こういう悲惨な結果になってしまった場合は、ちょっとその辺も視野に入れて、もしかしたら半年とか1年とか出産と交配を見送って、一回その菌を犬舎もしくはその母犬たちからゼロにするっていうのも選択肢の一つとして、視野に入れないといけないのかなっていう感じで獣医さんとは話していました。
で、まあこの話するとちょっと長くなるんで、おいおいまた別の動画で細かくご説明させていただきたいなと思うんですけども、まあかなりこれも可能性としては低いかなっていうふうに思いますね。母犬たちが元気っていうことはちょっと薄いかなっていうところで、で、まあ最後3つ目が、今回のラストの子に関してはたまたま弱かったっていう可能性で、僕はやっぱりこれが一番じゃないかなって思いますね。もしラストっていう母犬の母体に問題があるのだとしたら、ラストの過去に引き渡した子たちはもう生きていないはずなんですよね。でも元気に病院も一回も行かなかったです今年もっていう子みんなたくさんいますし、まあ、確かにラストの、ね、産んだ子で過去に亡くなってしまった子とかはいるんですけども、ちゃんと引き渡した子に関してはみんなめちゃめちゃ元気に過ごしていると、ね、そう母親譲りの、ね、運動神経で毎日ドッグランで一番走り回ってますなんていうね LINE とか動画とか見てると、とてもじゃないけどラストという母犬の子供が全員弱いっていうのは考えがたいんですよ。ってなると、まあ今回のラストの子に関してはそういう風になっちゃったのかなっていう風に考えるのがおそらく一番自然ですね。まあおさらいしますと、まあ、人為的なミスだった可能性、あとは何かしらの病原菌かなんかが、犬舎に蔓延している可能性で、3つ目が、今回のラストの子はたまたまだったのかなっていう可能性。やっぱりまあ考えれば3つ目のね、今回はそういうことだったのかなって考えるのがやっぱり一番自然ですね。可能性としてはそれが一番高いかなって思います。まあ、やっぱり特にフレンチブルワーなんですけど、奇形の子が多かったりとかお腹の中で亡くなっちゃってるっていうことが多い犬種なので、まあまあそう、他のブリーダーさんのお話とかも聞いててもやっぱりそういうこと結構あるよ、1年に1回ぐらいっていう感じなので、まあ、うちはね、そう小規模犬舎で頭数少なくしてよく面倒見ようっていうふうにやってるんで、年間の出産の回数自体もね、そう多くはないんであれですけども、まあでもいずれにしても今わかることってほとんどないので、まあ今後後輩と出産をしていく中でもしかしたらラストの時こうだったのかなっていう原因が分かってくるかなっていうところですね。まあとりあえずは、まあ映っておりますこの子、今日も生きておりますので、この子のために尽力すること最優先で頑張らせていただこうかなと思っております。まあなんとか生きてほしいけどね、おっぱい吸わないんすよ。そう、ミルクもあんま飲まないし、ちょっと体重もね減ってっているような感じです。というわけで皆さん、今日はこの辺で失礼したいと思います。じゃあね、皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録そしてコメントで僕に話しかけてから帰ってね。それではまた明日夜9時にお会いしましょう。フレブルじゃんけん、じゃんけんグー。